にょりゃあああどうしよう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 この現象じゃあよし緑スキン買おう買えないんじゃない？これギリ超える。え、ギリ超えるわ。でもさマリモじゃね？なんかマリモじゃね？なんかダサくね、これ。ちょ、波相談読むか。オーバーウォッチ今 PS5 でやってるんですけど、配信見たら PC 版気になってます。ぶっちゃけ PC ゲームバロしかやってないし、バロもカジュアルしか回さないレベルなのでオーバーウォッチできるか心配です。そんなのでも一個ありですか？ありっしょ。つかなんならバロが一番 PC ゲームでむずいぞ。あの FPS の PC ゲーで一番むずいのバロだから、オーバーウォッチやったらマジ簡単すぎて鼻毛出るよ。本当に簡単すぎる。ガチで簡単。バロやってんだったら余裕だよ、オーバーウォッチ。っていうかあれじゃない、パッドでやったったら APEX でエイムアシスト引っ掛けてマウサー殺すのがいいんじゃん。PS5 でやってんだらせっかくならそれでエイムアシストで引っ掛けてぶっ殺しちゃうから気持ちいいと思うけどな。 APEX おすすめです。勝ったな、風呂入ってくる。いや、ここで何があるか分かんないのが俺のオーバーウォッチ。ここで俺の人生はあと一歩でってなるのが俺のオーバーウォッチ。もうみんな忘れたか、俺のオーバーウォッチ。こう守る味方。ちょ、メイがやれないのは謎です。何してるのかな、モイラー。何かな、そのウルトは。結構味方強い。うまい。おりゃ、うまいぞキャスティ。大丈夫、体守ってやる。やばい、守りすぎた。なあ、最悪。ちょっと無理に体張るんじゃなかったこれ。俺の目から逃げる。やだやだやだ、崩壊しちゃう。ちょっと微妙かな。ちょっとみんなやばいなこれ。あ、お尻刺された。うんうんうん。え、敵にリードを許すな、当たり前だろお前。先に 100m 有利だったんだぞ。いやーてかミカ、おいメイふざけんなよお前。8キル7ですって何なんだよ。にょりゃーあーよ、どうしよう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 。え、これ負けんの。おい、ふざけんなよバカ DPS。 おい、これ負けんのやだよ俺。なんで負けなきゃいけないのこれ。おい、意味わからんマジで。なんなの本当に。金もう意味わからん。いや俺だって4デスしかしてないじゃん。なんかすげえ、わかる。むかつくマジで。今のはマジでムカつく。伏線回収やばすぎるこれ。うわ、うっざこれ。え、これメルトン、ペーロイスは押さないで、ペーロ一人押してる味方にもスタッツ投稿言うからな。はい、エアポーツ。タンクはエリアを広げるのがねあれなんで、ペーロをタンクが押すとは違うんですよ。エリアを広げなきゃいけないんですよね。ペーロを一人で押してるからスタッツが低い、そいつが弱いだけじゃないんですか。発言騎士。あ、悩み相談聞くの絶対。よっちゃんいかさん、悩み相談あざす。こんにちは。最近楽しく配信見させてもらってます。 CG 村からバロラントに移行したんだけど、都会のバロラントか。1年弱シルバーサックします。
はい、シーズンあまりキルにエイムに頼らないキルばかり練習してました。少しでも上のランクに行きたいのですが、貴重な意見を聞きたいです。君はセンスがない、ゲームやめよう。でもバロナントはガチプリエムゲーだから、プリエム CG にはねプリエムないと思うんだけど、あのバロナントはプリエムゲーだから。なんで CG にプリエムいらないかっつったら、あれドローンあるでしょ、ドローンでピン立てられるからプリエム別にしなくていいんだよ。そもそも壁の向こうの景色がもう分かってるから。バロナントはその分あの何だっけ、自分で回すドローンとかないっしょ。あったとしても敵がリアルタイムで結構時間なんつうの経ったら移動したりするから、基本的にてかバロってあと隠れる場所 2,3 個しかないから、サイトとかでも。だからプリエムゲーっすよ、ガチプリエムゲー。おりゃー、無理でした。あでもこれワンチャンあるよ、あるよ、ナイスキツネ。何してんのかな、でもナイス、愛してるよ、ナイスだよ。うわ愛してるかも、龍拳ナイス、うなずいてる場合じゃない、前出るよ、いける、前当たり龍拳いこう。いややろう、ナイスナイスナイス、やっちまえ龍拳、龍拳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 、やっちまえ龍拳。龍拳はナイスナイス、もうもう愛してる、もういやよかった。あぶね、ちょバキュン硬すぎ、なに、え、オスだ、部屋だ、部屋だかっこいい、部屋だかっこいい、え、もう死体の姿でもかっこいい、え、もう股間押さえながら死んでてもマジかっこいい、ナイス、いや4人倒しても死んでる姿さえかっこいい、マジでありがとう、え、ナイスすぎるでしょ。相手はキリコ、ハンマーダウンを持っている、それを考慮してニョリャー、なんでよ、あーキリコそんな田舎にいたのね、ニョリャー、はい脱ぐ結末にならないと。質問読んだ、あー限界お姉さんありがとう、ビッツあざす。心療内科に通院するほど心身ともに疲れています。ゆりとんさんが言ってるリフレッシュ法や快眠法ありましたら教えてください。重くね、重くはないか、リフレッシュ法、この現象はあークソ、こいつ書き消された、もうそれはちょっと無理無理、いやそれはちょっとって言われた、めちゃくちゃ否定された、それはちょっとって言われた、ごめんなさいごめんなさい、怒られました。リフレッシュ法ですか、なんだろうね、俺今ファイナルファンタジー14してリフレッシュしてるわ。なんかさ、オーバーウォッチってさすごいみんなガチでやるじゃん、なんか言うてすごい本気で勝ちに来るしさ、めっちゃみんな歯食いしばってゲームやってんじゃんこのゲーム。でも FF14 ってさ、みんなさ結構さ、なんつーの、気軽にさゲームやってる人多くてさ、なんかなんつーの、もう酒たしめなみながらそのゲームプレイしてるようなさ人たちが本当にいっぱいいてさ、結構緩やかな感じがしてすごくいいんだよね、ちいかわたちと遊んでる感じがしてすごいほのぼの、8割みたいなやつとマッチングする、いつもよろしくお願いします、不慣れですがよろしくお願いします、わ死んじゃったって言いながら、なんか白魔同士で5回ぐらい死んで、昨日なんだっけデイリークエストなんつうの降参投票入って敗北するっていうみんなありがとうございました、クリアできなさそうですね、また今度よろしくお願いしますみたいになった。でも俺もあの世界だとどんまいです、ありがとうございましたで俺も8割みたいになる。でも次の日になってオーバーウォッチやるってなったら、昨日の白魔導士よっぴーって教育ってなったけど、でも俺もいざ FF14 始めるとどんまいです、ありがとうございましたなるんだよ、俺も8割溶かす。いやすごく空気がいいんだよ、空気がマジあの世界空気いいんだよ、そう
みんな優しい。 MMO ってみんな厳しいイメージがあったから意外。あー FF14 はね、なんかコンテンツ分けられてるね。そのガチ勢コンテンツっていうゼツっていうコンテンツと、なんかそのゆるキャラたちがチーカーとかハチワレとかが集まる、あのチーカー族が集まるなんかノーマルダンジョンみたいなのあるんだけど、ちゃんとあのそのコンテンツ選べばあのめっちゃ緩やかに楽しめる。おすすめです。俺今な 顔がだんだんチーカーみたいになってきた。打ち上げちゃった。かー頭当たっちゃった。くそマジか。 FF14 おもろいよね。今俺ハマってるわ。かっこいいぞ。ガンブレードっていうなんか武器があるんだけど、あのゲーム、そう、銃に、あ、剣に銃ついてんので、あれ何が楽しいって、コンボがめっちゃ気持ちよくて、なんか2つのコンボを決めると脳がこう震えちゃうんだよね。なんかまず1つ目のコンボで右脳が喜ぶ、はぁはぁはぁってなって、2つ目のコンボで左脳が喜んで、おーってなる。めちゃ脳喜ぶよ。くっそ脳喜ぶ。ガチで脳喜ぶ。ナイス。何してんの。案内しちゃったよ。ウェイストランドそこなの。案内してる場合じゃないよそれ。うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ウルト多分溜まってない。寝かせるものはねえな。大丈夫、ウルタマル、大丈夫、ウルタマル。よし、よし、よし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 。うまいよ。諦めな、もうキャスディ諦めろ。あー着水、僕もスリュー。配信初見です。生メルトンさん見られて感謝してます。かっこいい。やった、これ DG じゃない。 DG さあ卒業です。あれだ、マイスペシャル。もうマジできついこれ。無理ですこれ。ナイス、エコー最強。お前エコー一人壊してるじゃん。おー強すぎお前。待って、これオス DPS じゃない。エコーやば。これ DPS がバカ強いけどサポートバカ弱い。これじゃあマジでこれでも勝てるぞ。 DPS 強いならマジあるぞこれ。もうやっぱ弱えよお前たち。何してんだよさっきくるんといろいろ進んで俺のこと。うわーもうなんで銭やったりしたんだよ。ダイブしろよお前。走って間に合うと思ってんのかお前。ふざけんなよ。なんで銭やったりしたんだよてめえ。モイラでよかっただろ。なんでオーバータイム銭やったの。キリコだろっていうか、なんならルシオで入ってくれたんだから、もう意味がわからん。ギリモイラだったら許したけど、銭やったら一番ないだろ。お前教育だよマジで。いやーこれ工作員じゃないの。書店ブリジットラフィーバーって工作員だと思ってるけど、もう陰謀論が止まらん俺。絶対そうだよこれ。もうありえんこれ。わあ怪しいなこれ。第2に止めよう。もうソンブラやっぱ刺さってねこれ。うわーマジかソンブラ。もうマジかよ。もう何やってんだよ。わあもうクソ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 。も
何やってんだよ。お前ら何のためにピックを変えてたのか思い出せ。キャスティはドゥームフィストにグレネード、ソンブラはドゥームフィストのガードにハック、みんなそれぞれ役目があるでしょ。モバこれだからクソなんだよ。やること思い出せお前たち。死んなないで。あー、ムカつく。ライン越しそう。逆転なの。もう死ねよ勝手に。もう何なの DPS2 人は。もうな、本当に何、もう愛してるよ。でも愛してるよ、好きだよ、お前のこと好きだ。おっちょこちょいな方がちょっとバカの方が本当に可愛いんだから。え、でも分かんねえマジで、何してくれちゃってんの本当に。でお前はなんでウルト入ったの、間に合わない、みんななんでウルト入ったの、もう意味が分からん。入れるわけ、入れるんだ。え、うわもう最悪、ごめんもうマジ、なんだよこれ、なんだよ、もう分かんないこのゲーム。おいミリミリミリ、なんでやりに行かねえ、おいやれ、ハックしまって殺せ、ナイス。おい拠点大丈夫か、大丈夫だな。おい鬼強化みたいになっちゃった。おい、いいよ、エヴァンよバカども、今日の訓練はオーバータイムに敵に入られないように前当たりをすることだ。だがしかしタンクがいないから前当たりしたら負けることは分かっているな。だから相手にオーバータイムを入らせないようにする。ナイスだ、お前たちいい子だ。マジか、またか、またこれかよ。いや残業、いやちょっとあの動画が。あのちょっとレインボーやんなきゃいけないんですよ、レインボー。俺もやりたいのは山々なんですけど、ちょっと動画がですね、PG 卒業式は明日やります、明日ということで、皆さんお疲れ様でした。じゃあお疲れ、みんなありがとう、来てくれてお疲れ。